え、で、どうすんの？四角を押す。四角をしながら、うん、サムブリッジズですね。お、それで依頼人はフラジャイルとなっています。気をつけて、中身は壊れば。いや、怪しすぎなんだよな、本当に。お、あれ、ご本人がわざわざ。フラジャイル、そういうこと？あの男だ。どういうこと、サム？レイクノットで君に頼まれた荷物を預かった。何の話？荷物なんて頼んでないわ。君が依頼人だと聞いた。システムにエラーが起きたと言って配送担当が直接持ってきた。誰が？いや、やつがヒークスだ。荷物を確認しないと。わあ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 、非常事態やなこれ。ね、え、まさかあの人がヒックスだったのか。なんか意外とただのおっさんだったね画面はね、うん、あ、これか。え、大丈夫？爆発しない？おぉ、なになになに、核爆弾。うわ、核爆弾、核爆弾って。ヒックスよ、カウントダウンも始まってる。あ、来ないわ、爆弾ごと処理するしかない。サム行って、お願い。サスノットシティのそばのクレーター湖、タールが満ちた底なし沼なの、はい、あそこに沈めれば爆弾は処理できる。はあ、なんか、マジ、何、運びに行かないといけないの？うん、捨てに行くんだ。マジかよ。ねえ、じゃあ行こう行こう行こう。はい、あ、もうカウントダウンもね、あるから。ほんとだ、あの時間内に捨てに行けと。うん、じゃあ行くぞ。行きましょう、行きましょう。怖い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 、あー怖い。いやでも意外と時間ないかもね。うん、意外と。まさかヒッグスご本人がね、わざわざ届けてくれるなんて。まさかね。うん、あいつ結構暇人だな。だってあれでしょ、フラジャイルもさ、うん、前ヒークスにやられたみたいなことあったじゃん。うんうんうん、爆弾で、その爆弾のことでしょこれ、うん、そうだね、またこのパターンみたいな感じなの。うわぁ、まあ、よし、行け、行くぞ、行くぞ行くぞ行くぞ、早く行く行く。はい、そうそうそう、はい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 、あ、それ違うロープ。え？違うロープ？うん、やばい、さっきの上の方のロープそのまま引っ張ってきちゃってるから足りてない。うわ、ここで痛いロスじゃね。こっちか、こっちのロープか、うん、こっちロープじゃねっつってんの、うん、違う違う違う、なんでしゃばるの。こっちだね、それ。あ、やばいやばいやばい、本当にやばい、やべやべやべ、あー、やだ。もういいよ、爆発落ちはもういいよ。あ、もういい、あれはもう見た、2回も見た、2回見た、2パターン見ちゃったし、しかも同じ足じゃなくて。そう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 、急げ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 
どこから出てきた女だお前は。間違っちゃった。頼もしい返事しやがって。わあ、爆発しちゃうよ。危ない危ない危ない。なんか落としたし、これ間に合うかな。間に合う間に合う。俺分か途中で分かるんだよ。俺もう予感するわけよ。絶対ね、あいつらが邪魔してくるわけ。だったら一緒に爆発しよう。もうあいつらとは。うん、また爆発を口に見せるしかない。けけけけけけ、沼に捨てに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 。お、この辺そうだね。川っぽいけど。おお、気をつけて気をつけて。おお、危ない危ない危ない。原因はきっと下さん。あ、なんか着いた着いた。はい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 。手に持ってる2号。あー、手に持つんだ。右手に持つ、右手に持つ、左手に持つ、どっち、どっちに持つ、ね、どっち、右手。あんたの利き手でいいよ、好きな。じゃあ左手に持つ。いいよ。じゃあ右手に持つ。え、でどうすんの。四角を押す。四角をしながら、うん、あ、投げてないけど置いただけだけど、まあ、いいのかな。すんげー地味に、ね、うん、わざわざ説明してくれたんだけど。おお、大丈夫かな。俺サムも一緒にやられてないかな、あの距離だった。またまたこれまたってゲームオーバー。もういいよ、うん、よし生きてる。よかったよかった。はあ、よかった。うん、よかった。あなたは都市や人々の命を救えた。救ったぜ。私は、まあ、一回は滅ぼしたけどね。ちゃんと町に運んだし。ミドルノットを救えなかった。でもサウスノットシティを救ったのは君だ。そうだろう。もう。あ、どうしたの？急に座り込んで。何があったんだ。あいつがサウスノットも爆破すると分かったとき、核爆弾は都市に運ばれるところだった。私は配送車を追跡して何とか核爆弾を外に持ち出した。うん、ヒックスは最初から私の動きを読んでいた。核爆弾を抱えてゲートを出たところで私はあっさり捕まった。わお、めっちゃ銃向けられてる。わお、そしてわおだね。私の服を剥いで時を追い、あー、この時か。時を呼べるの。おう、リーサフラジェリーゲームをしよう。はあ、壊れ物として生きながらいるか。アングルよ。ちょっと興奮すんだけど。壊れ物を運んで壊れるか。何をさせる気。そうだな、助かりたければジャンプしてここから逃げるのもいい。だがどうしても赤の他人を救いたいのであれば、核爆弾をこの先の底なし沼まで運べ。うわ、嫌なやつやな。嫌なやつだな。都市は助かる、うん、ただし肌を晒して時雨の中を歩くことになる。
お前は今という時間を失うが、都市にはしばらくの未来がもたらされる。どうだ、好きな方を選べ。マスクの下にまたマスクかい。なんか めんどくせえな。おいおいおい。お、実を言うと俺はこの顔が好きじゃない。だから顔を消している。そういえば、ああ、お前は親からもらったその顔がお気に入りだったな。あ、ダメダメダメ。あ、おお、舐めた。大丈夫だ、この顔は壊さない。すんごいイラついた顔。この顔はある種の証言者になる。よし。わ、教えて、どうして私を裏切ったの。お前の他に必要とする存在ができた。そいつとはマスクなしで通じ合える。おう、いいか、フラジャイル。たとえこの都市を救ったとしても、お前はミドルノットシティを破壊したテロリスト。はあ、この綺麗な顔はテロリストとして継承されていくことになる。どこまでも追われる。そう、俺のようにな。いくら壊れ物を運んでも、いずれ壊れるだけだ。おお、くそくそ。どうする、ここでやめるか。ん、私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。そして私は壊れない。よしよし、後悔するなよ。私は壊れ物を運ぶ。私は壊さない。私は壊れない。私は壊れ物を運ぶ。壊れてる壊れてる。壊さない。私は壊れない。なるほど、これでそこなし沼に届きに行くと。おお、わお。あ、これ、あれ、判決。判決やな。ちょっといちいち興奮するなこれ。痛い。あ、あかーん。うわ、ムカつくわ、この男は。ちょっと抱きしめてあげたい、フラジャイルのこと。いいですよ。いい？いいよ。あー、もう、彼女こそが英雄だ。噂は本当だった。お、君は正しいことをした。めっちゃ擁護するやん。気遣いのできる男やな。ね、モテるわ。君が持つべきだ。私は英雄なんかじゃない。あの時の選択をいつも後悔している、うん、ヒックスの言う通り、あのまま逃げればよかったと。君はただ都市を救っただけじゃない。みんなに希望を与えたんだ。いえ、うん、私を救えるとしたらあいつだけ。ヒックスに私の選択を後悔させてやる。
あいつを殺す。私には無理。今あいつは強大なパワーを得ている。でもあなたならできるかも。あいつを約束して、あいつを生け捕りにして尋問して聞きたいことがあるの。君に拷問なんかできるのか。できるわ。私を裏切った理由が知りたい。出た。走るなよ。食べる。もうええわっちゅうねん。あ、食べた。初めてじゃない？友達。友情の証。これが証になるのね。打ち解けた。すげえ前振りしてたんだな、最初から。そういうことね。変だったもんね、確かに。サウスノットへ支援物資を運ぶのを忘れないでね。あ、そこそこそこ。運ばないといけない。うん、サウスノットシティへ荷物を運んでくれ。おい、カイラル通信をつなぐんだ。おい、任しとけ。えい、じゃあ引き続き行きましょうかい。行きましょう。偉いでしょ、俺ちゃんと正門から入るから。偉い。高校とか遅刻しそうだからって本当は通っちゃダメな裏門から入るとかそういうことは信じずに、ちゃんと先生がいる正門から正々堂々入って、そう、あー遅刻するぞーみたいな、おい投稿します。そんなこと俺はしませんから。ちゃんとしたルートでね。サムの ランドセルでかいな。ヤンキーも絡んでこないよねこれね。何入れてるかわからんもん。確かに。てか現にさっき爆弾持ってたからね。確かに。よっしゃー、着きましたー。よーし。いやー、長旅になっちゃったけど。ほんとだね。ほんとに。ほんとに。シャノーヒン。はい。ありがとうございます。みんなこの配送を待っていました。助かりました。困っている市民に行き渡ります。それだけじゃない、もっと多くの人に渡せる。おい、ありがとうございました。いえいえ、ありがとうサム。お、アメリーだ。あなたがサウスノットシティを救い繋いでくれた。繋ぎましたよ。大陸の半分が繋がった。あとは、うん、おサム、いい、よく聞いて。私は何、何、何？何？何？なんか言いたそうだったけど。サム、アメリとの通信が切れた。お、旧来の通信システムで結んでいる。回線のトラブルかもしれない。すぐ調査する。お願いします。彼女に何もなければいいんだが。なんか嫌な予感。サム、カイラル濃度が急上昇してる。はあ。あなたがいる近くよ。え？見たことないくらいの数値なの。アメリとの通信トラブルもこれのせいかもしれない。これではノットシティに被害が及ぶかもしれん。サム、外を見てくれるか。うわ、これめちゃめちゃ嫌な予感しかしないんだけど。行きまーす。すごい、見て、外の様子を見ろだって。シンプルだね。シンプルだね。わかりましたとしか言えないよ。